どうも、去年あたりから美容にちょっとずつ目覚めつつあるニャルメと存じ上げます。今からですね、その V ビームレーザーっていう治療をちょっと受けに行きまして、皮膚科の方にレーザー治療を受けたらどんな感じになるかということをね、今回お届けしようかなと思います。V ビームレーザーというのは何かと言いますと、僕赤ら顔なんですよ。それで赤ら顔がまあ軽減できるあのレーザー治療なんですよ。高校生ぐらいの10年以上前ぐらいかなにニキビができ始めた頃に、そのここの両頬の部分がね、やんわり赤くて、ここのねちょっとアップなるんですけど、鼻下のさ部分にさ血管が浮き出てるでしょ、この縦に。でこれ毛細血管拡張症って言うんですけども、でこの横の部分にもね血管が浮き出てるんですよ。そういうものがあって、まあ、自分ではねそこまで気にしてなかったんですけども、あの去年久しぶりに会った人に日焼けしたみたいな言われて、いやしてないですって言って、それでまた別の人に日焼けしたでしょって言われて、いやしてないですしてないですって言われて、言ってそんな俺って顔赤く見えてたんやと思って、そっからめっちゃ気になり始めたんですよ。なんかコンプレックスになってしまったという。それでまあ去年ねいろいろ調べてて、なんかいろいろこう実践とかしてきたんですよ、その赤ら顔を改善するために。でいつもねこう手荒れとかであのお世話になってるあの皮膚科さんの方に相談したら、あの脂漏性皮膚炎ちゃうんかということで診断されまして、まあ脂漏性皮膚炎っていうのは、その肌の皮膚を餌にしてする菌がこう繁殖してなんか顔が赤くなるみたいなことなんですけども、まあその原因がそのステロイドを塗ったことによって肌がこう薄くなって、そういう菌が繁殖しやすい環境になるみたいな、そういう原因が結構主流なんですけども、顔にねあのステロイド塗ったっていう記憶がないんで、なんかまた別の理由なんかなと思ったんですけども、でそこでねあの処方されたケトコナゾールっていうその菌を殺すクリームをね顔に塗ってたんですよ。ほんならあのちっちゃいブツブツとかはねなくなってね、結構いい感じやったんですけども、根本的なこのさ赤みは取れなかったんですよ。なんかまた絵のないんかなと思っていろいろ調べてって、そのメソアクティスっていうのに出会いまして、メソアクティスっていうのはその電気でその一瞬ちっちゃい穴を開けて、そこにねなんかビタミンを、中にね注入するみたいな、そういうようなとか美容医療みたいなやつをね5回ほど受けまして、これもねちょっとアトピーとか赤ら顔に改善されるんじゃないかというようなやつなんですけども、そこでねまあ5回ほどやったらね、結構肌もまあ綺麗くなって、そのでかいニキビはねできなくなったんですけども、その根本的な赤みは消えずということで、それで行き着いたのが V ビームレーザーというものなんですよね。 V ビームレーザーまあ、そのいつもね通ってる皮膚科ではやってなかったので、紹介していただいて3月に1回受けたんですよ。で今回2回目なんですよね。それでまあいろいろ診断してもらったら、その保険が効くということで、保険が効いたら3ヶ月に1回はね保険適用でさせていただくということで、その3ヶ月後の今受けるということなんですよ。もう行かないとダメなんですよ。それでまあ行く前にね、その麻酔テープをね貼らないとダメなんですよ。あらかじめもらってるんでね、ちょっと貼りたいなと思います。ちょっと急がないとダメなんで、ほんまやばいんですよ。ベイベー、顔に麻酔テープ貼り終わりました。こんな感じですね。一応ね顔全体にね当ててもらう予定なんで、こういう感じでね、両頬とか鼻下とかにね、今麻酔テープ貼った状態です。ちょっとね今ヒリッとした状態です。はい、これでねマスクつけてね、皮膚科の方に向かいたいなと思います。V ビームレーザー照射終了しました。ね、1回目よりねちょっとね強くしてもらったんですよ。だからね麻酔テープしててもちょっと痛かったですね。全然我慢できる程度なんですけど、照射し終わった後鏡見せてもらったんですよ。なかなかやばかったんでね、家帰ってねちょっとお見せしようかなと思います。ベイベー、ただいま戻ってまいりました。ね、マスク外したらねこういう感じで、照射し終わった後は可能止めを塗ってもらって、その上にガーゼを、貼った今状態なんです。照射自体はね15分ぐらいで終わったんですけども、ね実際体感時間は長く感じました。めっちゃビビりました。まあ、終わった後、まあ、鏡見せてもらって、あの涙目でぼんやりしか見えんかったんですよ。でもなかなかのね市販があったんで、1回目よりも。はい、ということでガーゼ外していこうと思います。いや、やばいな。お、やばいよ。やば。え、嘘やろこれ。え、マジでこれ。え、すごいこれ。マジかこれ。化け物やないかこれ。
嘘。そのね、あの確かに待ってマジでか。これで外出たらびっくりされるでね。あの言葉が出てこへんな。これ1回目よりもなかなかいかつい市販ができてビビっております。 V ビームレーザー受けたら実際こうなります。グロテスクで話入ってこうへんかと思いますけども、こうなるんですよ。今回はねちょっとほんまに強めに打ってもらったんでね、結構反応が出てますね。実際ね1回目受けてみたら、まあ、なかなかねこれよりもあのマシなんですけども、市販はできたんですよ。でその時に、まあ、2週間ぐらいでねこういった市販が、薄れていって、特にねこの鼻下の部分のね縦の毛細血管がね、自分の目で見ても、薄くなったんです。でもあのこの頬の部分の赤みはねそんなに変わらなかったんですよね。レーザーの痛みはもともとね麻酔テープ貼ってたんで、そこまで痛みは、まあ、強くなくて我慢できる程度やったんですけども、そのシュパ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 みたいな、こう目隠しされてちょっと分かんないんですけども、こうシュパ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 っていう感じで、その風がこう顔に当たる感じ でその時にその焦げ臭い匂いがしまして、輪ゴムをなんか顔にパチンと軽く当てた感じの痛みですかね。まあ例えで言うたらレーザー脱毛とか、まあ、されてる方はまあ大体ね分かってくれるかと思うんですけども、まあ、僕もねヒゲ脱毛やったことあるんですよ。そのヒゲ脱毛の痛さよりも全然我慢できる痛さでございます。こういう感じでね、まあ、ポツポツと、市販が出てるんですけども、まあ、これはねその2週間ぐらい経ったらあの次第にねこう肌に吸収されて、まあ、薄くなって、もともとあった赤みが、ね、改善されていくっていうものなんですけども、ほんまに綺麗になるんかなっていう心配しております。はい、はあやばいなこれ、はあ、どうしようか、ね、今後のアフターケアなんですけども、今回ね処方されたこのテラコトリルっていうちょっとね前回よりもワンランク高めのステロイドをまあ処方されたので、まあ、これをまあ顔に塗りまして、まあ、1回目の V ビームレーザー治療でもらったこのテープを上から保護して貼って、外出る時とかはあの日差しとか強くなってくるじゃないですか。あの日焼けはね大敵なんですよ、 V ビームレーザーは。今日これ気をつけてほしいんですけども、だから日焼け止めクリームをまあ塗って2週間ぐらいは様子見るみたいな感じですかね。2回目 V ビームレーザー受けてのその効果とか、どれぐらいの期間でこの状態から薄くなったのかという経過動画もねまた撮っていけたらなと思いますね。今後ね V ビームレーザー治療ね、考えてる方ってさめっちゃ不安やと思うんですよ。実際さこんな感じさいろいろ調べてたらさこんな感じの画像が出てくるわけじゃないですか。リアルをお伝えしたくて回してるんですけども、ダウンタイムに見合う効果があるんかなっていう話なんですよね。やっぱりレーザー治療系ってやっぱりね何回も行かないと効果が出ないのかなっていうことを思うんですけどもね。この先ねちょっと動画撮る時さあのこの状態やったらさすがにまずいんで、ちょっとマスクして動画撮ろうかなと思うんで、ちょっとご理解のほどよろしくお願いします。この状態でさ今からカップラーメン食べたいなと思いますって言ってこうカップラーメンこうすすってても絶対こっちの方に目いってまうでしょねえ、そういうことがあるんでねちょっとマスクしてやろうかなと思います。このご時世でさマスクできる時代なんで、まあこの時代をねこううまく利用してそのコンプレックス解消をねするっていうのはありなのかなということでね、はい、やらせていただきました。はい、ということで今回 V ビームレーザー受けていきたいという、動画でございました。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。